ケロロ軍曹、ケロロ軍曹超劇場版、ケロロ軍曹誕生、究極ケロロ奇跡の時空島であります。超劇場版、ケロロ軍曹誕生、究極ケロロ奇跡の時空島であります。は2010年2月27日に公開された劇場版、ケロロ軍曹の第5弾であり、劇場版5周年記念作品になっている。また、本シリーズの最終作でもある。 同時上映は、第1弾以来、久方ぶりのヒスピンオフ作品、超電 A 版 SD ガンダム三国伝、ブレイブバトルウォリアーズ。前作、超劇場版、ケロロ軍想激新ドラゴンウォリアーズであります。内にて公開が発表された。前作では日向、当時の本来の声優である、川上智子が休養の合間に出演したのに対し、今作では、当時、 川上の代役で出演していた、桑島の理子が、当時の声を担当する。桑島の出演は、超劇場版、ケロロ軍曹に深海のプリンセスであります。以来であり、同時に過去4作品に登場しなかった、アリサイコールサザンクロスが初めて劇場版に登場する。その一方で過去4作では出番が多かった、夏美、東華、小雪、サブローは冒頭のみの登場となっている。 また、本作では、前作で一度途切れた、過去の劇場作品間のつながりが復活している。主題歌は、平原綾香が担当するが、ビクターエンタテインメント所属ではない歌手の起用は3作ぶりである。また、オープニングテーマを、高田純次松本玉樹が担当し、松本は、声優としても、ラナ役で出演する。テレビ、東京系列、 ピラメキイノとのコラボレーションとして2010年2月22から25日まで番組内ピラメキ体操コーナーにケロロ軍曹が出演。また劇場で番組コラボグッズのハンカチも販売された。2010年2月27から28日の工業通信社調べの映画観客動員ランキングで初登場第6位、ピア初日映画満足度ランキングで第3位となっている。 テレビシリーズが2011年3月をもって休止したため、2011年は劇場版が制作されず、現時点においては劇場版最終作となっている。ある日、当時の元に届いたケロロそっくりの奇妙な石像。その謎を解き明かすためにケロロと当時の大冒険が始まる。遥か地球の裏側の神秘に満ちた絶海のコト藤イースター島が舞台。 そこに駆けつけた、ケロロ正体と、仲間たちの前に現れたのは、愉快な精霊、マナ、不思議な双子イオと、ラナ、長い眠りから復活した、恐るべき伝説の邪霊悪アク,アク。果たして石像の正体はそして驚きの、究極の戦士とは劇場版5周年の今回は、シリーズ最大、最強の敵と大激突。ケロロ正体はどうなる それまで草案などは存在していたが、本作は漫画版のエピソードを原作としている。漫画版のエピソードもネブラの正体を知る上で重要な話となっている。劇場版との違いは以下の通り。原作第250話からの長編シリーズは上記の原作漫画版の続編となっている。上記の作品では不明だった点も明かされている。ありがとうございます。